C5686 です、うん、お色がですね、はい、5色展開になっておりまして、はい、ちゃんが着ております。オフホワイト、はい、オフホワイト、はい、そしてピンク、はい、ピンク、そして流行りの、あ、嘘、ベージュ、ベージュ定番ベージュ、はい、流行りのブルー、はい、はい、そして私みたいに着ておりますブラックの5色展開になっております。はい、お値段いきます。じゃじゃん、2990円、イエーイ。でこちらが今日18時発売で12月14日水曜日の11時59分まで送料無料でございます。はい、ではむぴちゃんおすすめポイントをお願いします。はい、じゃあおすすめポイントをご紹介します。これは結構あの形はあの見た目はあのリブニットでちょっと太リブですごい柔らかい伸縮性もあるのと結構あの素材感も柔らかくてすごい着心地がいいアイテムになってます。さっきみーちゃんも言ってくれたんですけど何があの違うかというとこれ裏シャギーなんです。珍しいね。珍しいですよね。でこのシャギーも私今素肌で着てるんですけどすっごい毛並みが柔らかくてもう本当にふわふわしてるあの毛並みになるのでチクチク感はね私今素肌で着てるんですけど全然気にせず着れております。はい、なので結構この1枚ですねしっかりあのリブニットになるんですけどまあやっぱ裏シャギーの分その分ちょっとしっかり肉厚感は多少あるかなと思います。かでも本当にあったかいので結構この冬とかはヒートテック系とかちょっとあったかいインナーとかなくてもいいかもしれないですね。うん、はい、そう、ほんでノーチクチクですごいあったかくてめちゃめちゃ気持ちいいアイテムになってます。で身頃もそうなんですけどこれねあのお袖までこんな感じでシャギーが珍しいよね。そうしっかりついてるので、うん、もうこの腕部分とかやっぱ腕部分でどうしても結構ねあったかかったら結構肘のかさつきとかも私これからの時期気になるんですけど、うん、本当あったかさは間違いなくあるのですごい着ていただきやすいかなと思います。はい、でまあ身幅もそこまでピタッとしすぎてないのでダイレクトにラインを拾うって感じはしないかなと思います。はい、2人ともこんな感じでインであの今着てるんですけどもちろんアウトでも着れるぐらいの丈感にはなってるので、はい、私の身長で骨盤よりちょっと下ぐらいかな、うんうんうん、の丈感なのでもちろんアウトでもいいですしいろんな着回しがしていただけるかなと思うのともちろんトップス使いでもいいんですけど、うん、なんか上からそれこそジャケットとかそれこそツイードのベストとか、うん、でもちょっとインナー使いとかでもしていただけるので確かに、はい、あとカラバリもなんかそこまでくすみすぎてなくてちょっと春カラーっぽいカラーに、ね、なってるかなと思います。結構あのレタスのリブニットちょっとあのくすみ系とか暗めのカラーもあったりするんですけど、うん、結構明るめのカラーリングも結構取り揃えてるので、はい、長い期間着ていただけるアイテムかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、太って見えそうな感じですかってあの7172さん、あ、全然さっきちょっと、まあ、あの肉厚分分厚さはちょっとシャギーがある分、うん、あの普通のリブニットに比べたらあるかなって言ったんですけど、うん、やっぱそんなね着膨れ感はないと思います。うん、やっぱあの身幅とかはリブニットにはなるのでどちらかというと細身というかタイトめなお作りにはなるので、うん、まあ、着膨れして太って見えるってことはないかなとは思います。はい、はい、うん、もぴちゃんならヒートテック合わせてきますか。あー、そうですね、2月とかは私超寒がりなんで私はヒートテックと合わせて着るかなと思います。はい、はい、合わせて着てもそんなもごもごはしないんじゃないかな。うん、です、うん、長袖のヒートテックじゃなくてもいいかも。あ、確かに、あのキャミとか、そう、キャミのヒートテックとかも多分あるはずやから、うんうん、確かに確かに、うん、で全然こと足りると思います。はい、はい、です。ですね、うん、白透けないですか。白ね、私今ちょっと白のインナーを着ちゃってるんですけど、うん、どうでしょう。そのカムシャギーがあるもんね。そうですね、だからダイレクトに透けてる感じはないかな。やっぱあのリブニットにはなるので多少こういうラインは見えるかなと思うんですけど、すごい透け透け感はねそこまで感じないかなと思うんですけど、うん、まあ、気になる方はちょっと透けにくいお色とかにしてもらった方がいいかなとは思います。はい、はい、もみちゃん好きな色どれですか。でもねピンクか、でもやっぱ今年の流行りのブルー、ブルー、流行ってるよね、うん、綺麗な色やなと思います。なんか明るすぎずでもくすみすぎてないから結構、ね、あの使いやすそう、うん、なんか幅広い方が皆さん着ていただきやすいかなと思いますね。じゃあモキちゃんにブルー着てもらおうかな。そうね、うん、OK です、着てきます。お願いします。はい、車にタートルに型が変えても着やすいですかといただいてるんですが、うんとね、モックタックの中でも割とよいしょ、お、これぐらいです。なんでこれくらい、私だいぶ首短い方なんですけど
ここはしっかりすっきり見えてくれるかなと思います。なんで着足を狙う骨格ストレートさんとか、首にコンプレックスがある方はこうやってまとめ髪してもらって長めネックレスつけるとかしていただいたらさらにすっきり見えるかなと思います。このめっちゃ長いタートルネックとかよりかは挑戦しやすいです。そうです、チクチク感は、まあ、こういうお肌系のものはどうしても個人差が出てくるんですけど、ミモピ的にはノーチクチクでした、うん、そうですね、はい、うん、そうです、裏シャギーだから透けにくいと思います。通常の薄めのリブニットとかに比べるとシャギー分がしっかりこう透けを防止してくれるかなと思います。モピちゃんのブーツの品番は何ですか？あ、これね、私もみーちゃんも持ってるやつですね。あー、それか。そう、あ、そうそう、てか今日履いてきたわ。あ、そう多分履きやすすぎて私たちほぼ毎日、そう、ほぼ毎日それやな。ちょっと調べますね、何倍とかな、調べてくれてます。はい、見てました、みーちゃんお元気、お元気です。てか TikTok は毎日出てるのでよかったら TikTok もフォローしてください。確かにそうなんです、 TikTok 担当になりまして最近。あ、みーちゃんに淡い色、あ、じゃあピンク次着てきますね。はい、お待たせしました。品番はこちらのブーツ、はい、I2490 です。I2490 ちょっとね、今私の携帯が遅くて確か在庫かけてたんじゃないかな、けど多分バイヤーさん再販できるように動いてくれてたと思うんで、もしよかったら再入荷リクエストボタンを押していただけたらと思います。はい、はい、かわいい、ね、ブルーかわいい、めっちゃかわいい、こんな感じです。そこはやっぱくすみすぎてないから、うん、うん、なんか最近レタスブルーのさビビッドな感じが良かったからさ、確かに確かに、私は好きやけどどうしてもやっぱ好き嫌い分かれるって、まあね、結構使いやすいブルーかもしれないこれは、うん、うんうん、で私アウトするとこんな感じで152cmです。はい、ではちょっと私も着替えします。はい、お願いします。はい、うん、結構伸びますか、首にピタッとって感じですか？首元はねこれぐらいです、まあ、どちらかというと結構ピタッと感がある方かなと思います。そんなに隙間はねあまり感じないアイテムにはなってます。はい、クロスさはそこまで感じないです、私たちは、はい、クロスさはそこまで感じないですが、ちょっと結構首に沿うデザインかなと思います。うん、あ、 TikTok ライブは不定期配信してますか？不定期です。で、ちなみに TikTok ライブは、うん、TikTok の性能上、うんうん、アーカイブっていう機能がないんですよ。そうなんです、そうなんで、ちょっと生放送で聞いてほしいです。はい、なので皆さんぜひフォローして見ていただけたらと思います。うん、あ、ヒートテック着て裏にシャギーの毛はついたりしなさそう？あー、ちょっとね、私今白やから、ちょっと後で黒のなんかインナーあるかな、ちょっと後で検証してみようかなと思うんですけど、どうだろうな、まあ、シャギーなんでもしかしたら全くつかないとは言い切れないかもしれない。それこそ摩擦とか擦れとかでちょっと多少はもしかしたら静電気とかで抜けちゃう可能性もゼロとは言い切れないかなと思います。ちょっと後で黒のインナーあったかな、ちょっと後で試してみようと思います。少々お待ちください。はい、おんちゃんのコーデの上にスウェットトレーナーとか着たら変ですか？スウェットトレーナーもう全然変じゃないですが、多分結構オーバーサイズっていうか身幅とかにゆとりがあるものだったら大丈夫だと思います。結構比較的コンパクトなサイズ感だったら、それこそちょっと着ぶくれして見えちゃうので、オーバーサイズのスウェットとかだったら大丈夫だと思います。はい、みーちゃんのピンクスカートはですね、あ、今日発売でこの2点目にご紹介予定です。はい、ご少々お待ちください。ちょっと戻りますね。あ、TikTok ライブする予定はありますか？あ、今のところまだ告知します。何日っていうのは決まってないかも今のところ、はい、なので皆さんストーリーなどを告知をチェックしていただけたらと思います。うん、皆さん何色が好きですか？でもやっぱ私はブルーかもな、この色好き、かわいい。普通にアウター着るだけでも結構映える気がするので、ね、あ、かわいいね、いい感じ。しかも裏シャギーやからそんな中に着込まなくても、結構あったかさはあると思うので、それこそ着ぶくれ防止にもなるし、アウターとかもね中に着込んじゃうとこの辺がパンパンになっちゃったりするんですけど、それは大丈夫そうです。うん、あ、ワンピースハーフみたいです。 OK です。
みようと思います。ごめんなさい、うん、お待たせしました。かわいい、ピンクかわいい、かわいい、なんかお姉さん感出るピンクな気がする。結構落ち着いてるよね。うん、めっちゃかわいい、うんうんうん、ですこんな感じです。はい、今から見ます。そうです、1点目でございます。これなんて読むの、ゆずブルー、なんて読むの、あれだ、つむぎ、あ、つむぎか、うん、私たちあのドラマを見てないぜにして、ね、あの流行ってるってのはあのもちろん知ってるんですけど、はい、ちょっとわかんないです、判断がしかねます、ごめんなさい。今流行りのね、そうですね、うん、あ、そのキルピンクまた買いました。着てるの見れて嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。いいよね、それめっちゃ軽いし。軽い。袖折れるし。うん。軽い、めっちゃ軽い。なんか原ちゃんも買ったって言ってたような気がする。うん。うん、みーちゃんも買った黒のサルペット買ったので気持ち教えてほしいです。あ、もはこのニット両方合うと思います。うん、ミーのやつですよね。うんうん。うん。可愛いと思う。めっちゃ合うと思うんですよ。うん、袖部分までシャギーですか？あ、袖部分は。そうね。ここのリブの濃いリブ部分はないですが、それより上になるとちゃんとついてます、うん、はい、気持ちいいですですです、うんうん、だから袖もあったかいですよ、ここの身頃だけじゃなくて。そうだからヒートテックはね、多分ここだけでもいいかもしれない、うん、ね、本当キャミだけでも、うん、キャミのヒートテックは確かにいいかなと思います。はいはい、うん、あ、みーちゃんワンピ届きました。あ、それと合うかな、ありがとうございます。そう、そろそろ多分、再販分の方の分が届いてると思うんですけれども、いいね、いいね、ありがとうございます。レタスのニットカラバリがいつもいいですよね。そうなんですよ、ありがとうございます。着やすさるのはやっぱりブラックですかって、まあ締め色、濃い色がやっぱ締め色にはなるので、うん、まあ、一番はブラックかな。一番ブラックとかアイボリーとかはホワイト、うん、ホワイトはやっぱ使いやすい定番カラーでもあるので、持ってて間違いないと思います。うん、はい、はい、トミーさん品番のボアショートベストに合わせられますか？え、絶対可愛いと思います。可愛いと思います。ちょっとサンプルがもう社内にないんですけれども、めっちゃ可愛い。どのカラーと合わせても可愛いと思います。うん、ミーのぴちゃんどちらか年上ですか？はい。1歳だけやけど、ね、同じです。はい。はい、あ、今日疲れてるのでだいぶ嬉しいです。ありがとうございます。いくらですか、カラーを見せていただけましょうか、うん、といただいてるんですが、うん、お値段はですね、2990円です、はいはい、カラーはですね、5色ありまして、ベージュ、ピンク、で、もぴちゃんがさっき聞いてたブルー、ブルー、ホワイト、ホワイト、ブラック、ブラックの5色展開です。はい、です、はい、で、今日18時発売です、うん、フリーですか、低身長だから長さが気になりますとるんですが、私たちさっきアウトしてたんですけど、いい感じの丈感でした、はい、そして152センチ、155センチで割と低身長な2人かなと思うので、うん、参考にしてみてください。はい、はい、モックネックでも結構首元高さありますか、あるタイプだと思います、うん、結構タートルに近い、タートルっていう商品名でもおかしくないくらい高さはあるので、はい、首元詰まってるのが苦手な方は長めのネックレスとか、髪の毛、耳かける、くくるとかで対策してあげてください、うん、大人がピンク着てもいいですか？え、もちろんです。むしろ大人が似合うピンクだと思います。もちろん、もちろん、ブルーはブルベリーぴったり、そうですね、似合われると思いますけど、イーベさんもあのゴールドのネックレスとか合わせるとすごく似合いやすいと思いますよ。あとそれこそさっき今ちょっとないんだけど、こういうののこういう素材のニットベストとか、アイボリーとブルーってすっごく相性がいいので、アイボリーのニットベスト重ねてあげたりとか、あとアウターからちょこっと見せてあげたりとかするのも可愛いと思います。黒のインナーをポッポって当ててみたんですけど、まあ、今ちょっと当てただけなんで、あの必ずしもとは言い切れないんですけど、やっぱ黒にやっぱこういうカラーものの糸とかシャギー系はそういう静電気とか起きちゃうと全くつかないとは言い切れないかなとは思います。はい、はい、ありがとうございます。ですマピちゃんのニット使ってウエスト緩くないですかって、あんま緩くはないと思う、なんやったら結構小さめかもしれない、うん、その中やったら確かに、けどまあ相場なんで苦しさもない、うん、私は、うんうんうん、でも結構あの柔らかいゴムな方かなと思います。はい、はい、みーちゃんのスカ
とはね、どこあるかな、結構前の品番なんですけれども、うん、M3524 です。はい、はい、M3524 です。です。な感じで大丈夫かな。うん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 、いけてる気がする。あ、イエベだけどブルー気になる。でも私多分ね、そんな顔くすんでないんですよね。2人ともイエベですが。そう、イエベなんですけど、うん、多分比較的皆さん着やすいカラーかなとは思います。うんうんうん、です。うん、首元一回折れたりしますか。あ、って折ってみましょうか。ちょっと折る。あ、でも折った方が私すっきりするかもしれん。確かに内側に折ってみた。あ、まみちゃんは今ね、外側に折ってくれてます。私内側、うん、うんうんうん、でそんな違和感ないですね、折ってとしても、うん、なんかもしちょっと長いのが気になるなって方は一回折っていただいてもいいかもしれない。うん、の方が骨格ザストレートって感じの私はスッキリして見える気がします。うん、うん、あ、川口春奈ちゃん、イエベアキさんのはずですが、ブルーめっちゃお似合いですもんね。ゴールドネックレスつけてちゃう。あ、なるほど。なるほどね。勉強になりますね。確かにアクセサリーとかも本当大事って言いますからね。うん、うんうん、ですね、うん。じゃあ次いきます。うん、そうですね。次じゃあモビちゃんさ、ベージュとなんか着てもらってもいい？確かに、そうしましょう。うん、オッケーです。次着替えてあげてもらいます。モビちゃんこれで一緒に。あ、あ、そう、え、おい、で、これ読んだっけ、ホワイトもう着ちゃいましたか。真っ白に近いお色味ですか。ありがとう。で、真っ白を壁とするなら、いや、ちゃうな、これちょっとアイボリーっぽいな。確かに真っ白のものが、ありがとう。明日ちょっとそれを真っ白とするなら、あ、でも結構真っ白、これを真っ白とするなら今日の新作こっちなんですけど、ちょっと牛乳っぽい白な気がする。確かに君が買ってるっていうよりかは牛乳っぽいミルクな気がし、ミルクじゃない白な気がします。確かにね。でも真っ白に近い。うん、ですね。ありがとうございます。一回折っても違和感ないですね。そうなんですよ。私ちょっとさっきずっと紹介の時、折らずに来ちゃってたんですけれども、折った方が良かったかも。この方がすっきりしますね、髪を下ろしてる時は特に。ブルーにアイボリーのベース合います。めちゃくちゃ合いますよ。その場合下が何色が合うんだろう。え、ベージュとか。ベージュ、それこそもうセットアップみたいにアイボリー着てあげてもいいし、あ、ブラウンも可愛いでしょ。ブラックも絶対可愛い。で、アイボリーじゃなくて結構真っ白も合わせてあげても可愛いと思います。そう、ミルク系のホワイトかなと思いました。白黒も使えそうだし。そうなんですよ、カラーがね、最近結構ビビッド系のニットが続いてたので新鮮で可愛いです。うん、はい、あ、かわいい。お待たせしました。次のアイテムと。かわいい、かわいい。ありがとうございます。ベージュですね。ベージュを合わせてきました。こんな感じです。あ、ベージュもね、結構着やすいカラーリングなので、おすすめでございます。うん。あ、白黒ね、使えなく使えますね。うんうん。これは、みーちゃん、首元折ると苦しい、ごわごわした感じありますか？あ、大丈夫でしたよ。大丈夫そうでございます。あ、結構ゴム自体もそんなきつくないし、ちょっと伸縮性もこんな感じであるので、確かに苦しさはそこまで気にならないかなと思います。はい、うん、K1199 の白再入荷してほしいです。またぜひリクエストボタンを押していただけたらと思います。結構ですね、リクエスト数がたまると、バイヤーさんも結構その数を基準にして再販をするかしないか決めてたりするので、ぜひ、あ、これ欲しいなっていうものがあれば再入荷リクエストボタンを押していただけたら嬉しいです。はい、あ、嬉しい、ありがとうございます。あ、お二人の推し色教えてほしいです。推し色な、迷うな、選ぶ、いや迷うな。なんだ、5色展開でしたよね確か。でもやっぱブラックが一番使えるんかな、なんだかんだ。けどブルーも捨てがたい。うん、みーちゃんは、
ピンクかな。あ、ピンク似合ってた。可愛かった。可愛かった。ね、あもちゃん脱ぎ着して静電気バチバチ来ないですか。大丈夫でしたね今は。私結構あの静電気バチバチいろんな人に被害を加えるタイプなんですけど、なんか電気持ちなのか。よくグーちゃんにもバチバチしたんですけど、あ今は大丈夫でしたね。まあ、もしかしたらもっと寒かったり、あと今室内ってのもあるので。外でもっと寒くて乾燥したりするとやっぱ起きちゃうので、そういう場合は気をつけていただいた方がいいかなと思うんですけど、今のところは大丈夫そうでした。はい、あめちゃくちゃ寒がり冷え性なのであったかいアイテムばかりで嬉しいです。ブラウスも仕事に変えます。 ありがとうございます。そうですね、あのこの後4点目かにねご紹介するブラウスも大人気ブラウスの裏起毛バージョンなのでお楽しみにしててください。ありがとうございます。はい、あお値段教えてください。お値段はこちらのトップス税込み2990円でございます。はい、次がね、かわいいよね。このスカートもかわいいですよね。なんか絶妙な丈感です。短すぎず、でも長すぎたらちょっとあのやぼったく見える可能性もあるんですけど、レブランスケがねちょうどいいですし、今私ローファーなんですけどパンプスとかでも可愛いと思います。ちょっとね本当はパンプス履こうと思ったんですけど、今日私レギンスでちょっとちょっとダサくてレギンスやパンツとタイツって朝忙しいハーッとファッてとったタイツなのがレギンスで、ちょっと今ねお恥ずかしい格好してるんですけど、あのもちろんパンプス合わせとかも可愛いし、もちろんブーツとかも結構何でも合わせやすいと思います。何かアウター合わせが欲しいです。 OK です。じゃあちょっとみーちゃん帰ってきたら着替える時とかに合わせようかなと思います。はい、このニットにこの前発売したファージレベスト K122 に合わせると室内はかなり暑くなっちゃいそうです。あでもファーベストなので、まあ、お袖部分とかはそんなねあの風は大丈夫かなと思うのと、そういう場合は下で調節してもらったらいいかなと思います。下を裏肝とかにしちゃうと、あのデニムとかでもね、パンツを裏肝にしちゃうとちょっともう暑いと思うので、それこそも裏肝とかじゃないベーシックな、あのデニムとかパンツとかスカートにしてもらったりとかでちょっと調節していただいたら、あの下でボトムスで調節していただいたら大丈夫だと思います。はい、はい、では次いきましょうか。はい、ごめんラベンダーあ、ごめんちゃった全然この色もかわいいね。かわいい、かわいい色ですよ。ではいきます、はい、商品名がですねフェイクールポケットポイント台形ミニスカート、品番が M3828 です、お色が4色ございまして、ポピちゃんが今手に持っているエクリュー、はい、はい、そしてピンクパープル、はい、そしてポピちゃんが着てくれておりますラベンダーグレー、はい、はい、そして私みーちゃんが着ておりますネイビーの4色展開になっております。お値段いきます。じゃじゃん、2490円、イエーイ。